平野神社の平野祭りにおける新色青い祭りかざしとは、上古の日本人が神事に際して神や冠に刺した草花のこと。儀式によって使用する草花に違いがあり、多少は個人の趣味思考が反映されるが、あくまで送信具とは違う儀礼の道具である。聖火のほかに、剣士細工や金銀細工の増加を使い、現在の宮中行事でも銀細工のものを使用する。 京都府京都市左京区にある、鴨神社の祭礼葵祭りの行列では、銀車を引く牛までもが、双葉葵の葉を頭に飾る。これは、鴨神社の紋章が葵をかたどっていることに由来しており、神と人との関係性を強める目的で行われている。伝説によれば、風賀の起源は、 芸能の神であり巫女の神でもあるうずめの巫事で、天岩戸の前で舞を披露する際に伝おうたすきと、鉢巻きにしたのが、始まりとされている。風氏にはもともと生け花、それも祭りの場で生えている草花を使用することから、樹齢との交流を得て、生命力を強化しようとする一種の共感呪術、参照、禁酒編の名残と考えられている。また、 神への感謝を表し季節や自然と同調し、溶け合おうとする目的にも使用されたらしい。有名なものには先に述べた青い祭りの青い小恋みの人が冠に飾る心場と、日陰くず、相撲設置への力士が飾る青いと、遊雅を、フィクションだが、源氏物語、紅葉画の紅葉と聞くなどがある。ありがとうございます。